大久保佳代子のエピソード7000。飼っている犬の名前はパコミ。名前の由来は下ネタから。よく一緒にロケをしている伊藤麻子とは19年の付き合いのある親友。ひも男にご飯をおごって男のプライドはないのと言ったら、お前とご飯を食べてる時点でプライドはないと言われた。2015年の27時間テレビでは88キロマラソンに挑戦し完走した。2013年のブレイク芸人ランキングで1位に選ばれたことがある。理由は鉄拳だった。相席食堂でペットボトルに焼酎を入れて飲みながらロケをしたことがある。20代の顔は松本清張に似ていた。その頃が人生のモテ期だった。